ラキスタ、ラキスタは、美水鏡により4コマ漫画作品、及び、それを原作とした、ゲーム、アニメ、小説作品。角川、角川書店、ブランドカンパニーの、月刊ゲーム雑誌、コンプティークにて2004年1月号より、連載されているほか、コンプエースなど数詞で掲載されている、掲載詞参照。小柄で、アニメやゲームが大好きな、 オタクな女子高生、七冠より、大学生泉小中と、その友人でゆったりした性格のヒイラギ司。司の双子の姉でしっかり者で、ズッコミ役のヒイラギ鏡、容子端麗で白色ながら天然なところがある。コーラ美雪の4人を中心として、その周囲の人々も含めた、まったりとした、普段の生活を描いている。タイトルは、ラッキースター。 ラッキースターが元気であり、単行本表紙のロゴにもそうデザインされている。作者の美水によれば、女の子が学園生活を送る漫画のタイトルとしてイメージした、ケツ、女優が演じるという意味合いの、スターと幸運や気まぐれという意味を持つ、ラッキーを合わせたとしている。そもそもは、コンプティーク氏でわずか3ページの4コマ、漫画連載枠が空いたための掲載だったが、 人気を博したためページ数も増え、さらに、月刊少年エースや、月刊コンプエースなど、掲載誌も増えていった。2005年8月24日に、ドラマ CD が発売され、さらに2005年12月1日には、任天堂 DS で、ラキスタモエドリルが、2007年5月24日には、同じく任天堂 DS で続編の、新、ラキスタモエリル旅立ちが発売された。 2007年4月から9月にかけて、テレビアニメ版が放送され、それに連動する形で2007年1月から、ラジオ番組、ラツキーチャンネルも放送が開始した。2008年1月24日には、新、ラキストの予約特典であった恋愛アドベンチャー、ラキスララッキー、スターラビッシュロマンセマイナスが、プレイステーション2用アドベンチャーゲーム、ラキスタリオ桜学園桜富士祭りという、 タイトルに変えて発売された。2008年夏には OVA とアニメ版の声優によるドラマ CD が発売。2009年12月には PlayStation Portable でラキスタネットアイドルマイスターが発売された。月刊コンプエース2011年4月号及びコンプティーク2011年4月号にて作品初のミュージカル化作品。 ラキスタオンステの企画が表され、2012年9月20日から30日まで、東京ドームシティアトラクションズ内にある、シアタージーロッソで上演された。また、サイドストーリーとして、登場人物の一人で情報ページ、ラツキーチャンネルのキャプテン、オカミアキラを、主人公にした、アキラの王国が、コンプエース、ボリューム014、2007年6月号増館からで、燃え、 ドリルシリーズのオリジナルキャラクター、宮川ひなた、日陰姉妹を主人公にした、宮川家の空腹が、コンプ HS、ボリューム7、ボリューム9、休巻コンプ S、2009年6月号、2013年3月号、を経て、コンプティーク、2013年3月号で、それぞれ連載されており、宮川家の空腹は2013年4月より、ウェブアニメして配信された。 主な登場人物4名は、漫画連載開始時は、高校1年生であり、当初は、実際の年度が進むに従って、リアルタイムに進級していた。テレビアニメ化などに伴い、編集部の方針によって、高校3年生の2学期以降は時間の流れが、実質的に停止し、アニメでの展開が一段落した2008年に、入ってから、また時間が進むようになった。その後、 第6巻のエピソード169から171で高校を卒業し、第7巻で進学、進級している。なお、アニメは高校2年生から始まり、あとに3年生に進級している。また、漫画では、三つどもえや、ストライクウィッチーズなど、ゲームでは、フェイト、ステイナイトや、魔法少女リギカルなのは、などと他た作品とコラボレーションしたこともあるほか、ネンドロイドをはじめ、 ストリートファイター4やマクロスカイなど、他作品とのコラボ商品も販売されている。アニメ版の舞台は、埼玉県春日部市をモデルにしている。その他、アニメ版では、東京ビッグサイトなどが舞台として使われている。中期がない限り基本的に出版元は、角川書店角川角川書店、ブランドカンパニー。なお、コンプティーク掲載分が、ラキスタの本編であり、 コンプエースなど他紙で掲載される文については番外編といった扱いになっている。そのため、コンプティーク掲載文とコンプエース掲載文、さらに口述の単発掲載文などで矛盾する点がある具体例として、ラキスタの登場人物パトリシア・マーティンを参照。また、日本国外では、公衆天文かドカワ・ドーマンが中国で発行している。 に2012年3月号より掲載されている。このほか、単発では、ガンダムゲームエース、月刊アスカ、ドリマが近代マージャン等の足しへのゲスト作品、単行本発刊時のコミックトラの穴での特典ペーパー、青山学院大学でのトークショーなど、各イベントでの書き下ろし作品などがある。角川角川書店グランドカンパニー角川コミックス、より刊行されている。 累計発行部数は2009年3月時点で350万部を突破した。ビミズ鏡によるゲームコラムで、ラキスタのキャラが紹介される、ゲームの紛争などをする1枚絵と文字による会話で掲載されていた。判券の関係で単行本には未収録だが、コンプティーク2007年10月号増刊、ラキスタ夏のを開く特集号にて全話及び、 当時を振り返る微水のコメントが掲載されている。美水鏡によるサイドストーリーでコンプエースの主に超ラツキーチャンネル文庫、ラキスタラッキーストリムの枠にて不定期連載されている。連載当初は、アキラのので開始。ラツキーチャンネルの進行役、オカミアキラを主人公とした作品で、三人のクラスメート、紙面ではタイトルから、 キングダムズと呼ばれているとの学校内などでの会話や、アキラのアイドルとしての日常などで構成されている。2012年1月号の掲載を最後に連載が中断されているが、それに関する説明は今のところない。2013年4月号で、ラキスタラッキーストディムが終了したため、今後はどのように掲載されるようになるか不明。アキラの王国の中断中に、 ラキスタラッキーストディムの枠にて、イラスト担当のドツが描いた四コマ漫画、オカミアキラと大神千尋のアイドル生活などの日常で構成されている。ラキスタラッキーストディムのコーナー終了に伴い、この作品も終了となった。コンプティークの超ラッキーチャンネルの枠にて酒好き誉レが描く一ページ漫画、オカミアキラとニャンダロー君が ワシミアなどで行われる、ラキスタのイベントを紹介する内容をとっている。なお、ラキスタのレポート漫画としてはこれ以前に、吉沢緑寺によるものが、コンプティーク2009年8月号及び、こなたは俺を読め、に掲載されている。ラキスタの連載が開始して4ヶ月後の、コンプティーク2004年4月号に、欄外の文字投稿コーナー、ラキスタ横丁が開始したのが、 始まりとなる。同年7月号にスペシャルインフォメーションが掲載され、同年12月号よりレギュラー化、そして2005年5月号からラツキーチャンネルとして本格開始、同コーナーのキャプテン、進行役として小上明が登場する。この時期よりフィギュアやドラマ CD、ゲームなど関連グッズのリリースが行われることによってラツキーチャンネルも 読者投稿だけでなくこうしたメディア展開の情報コーナーとしての役割を担うようになった。ラキスタの連載が3年目に入った2006年1月号にコーナーをリニューアルし、ラツキーパラダイスが開始、これまでのアキラが二等兵に格下げする代わりに新たに桜場ヒカルをキャテンとして登場させた。この時期にコーナーのページ像や多数の企画が実施された。その後再ゲーム化。 アニメ化に伴い2006年11月号に、超ラッキーチャンネルへと再度リニューアル、アキラ、ヒカルのダブルキャプテン制に移行した。その後ヒカルが本編に出ることが多くなったことから、2009年8月号で、ヒカルが卒業、同年9月号より、新たなアシスタントとして、ニャンダローが登場。2011年1月号からは、超、テララッキーチャンネルにコーナー名を変更した。 2013年より、コンプティーク市場の各作品の読者コーナーが、コンプティーク本体の読者コーナーである、コンタマに統合されるようになり、超、テララッキーチャンネルは2013年2月号で終了。2013年3月号からは、イラスト投稿コーナーは、コンタマ。内へ移動され、ラッツキーチャンネルのタイトルで復活。 元の情報コーナーは酒好き誉れの描くレポート漫画、ラキレッポが掲載される、超、テララッキーチャンネル、プラスへ、変更となった。なお、欄外の文字投稿コーナーは2013年現在も、超ラツキーチャンネルのタイトルのまま継続されている。2007年からは、コンプエースでも、超ラツキーチャンネル文庫として、コーナー展開を開始、ただし、こちらではラの実が登場していた。 2010年6月号よりパートナーキャラとしてピキシーフで公募された大上千尋が登場。2011年1月号からはラキスタラッキーストリームにコーナー名を変更して継続していたが宮川家の空腹のコンプティーク遺跡に伴い2013年4月号で終了した。アキラの王国及びアキラ VS 千尋は主にこの枠内で掲載されていた。 またそれとは別に、欄外の文字投稿コーナーは、帰ってきたラッキーチャンネルというタイトルで継続されていた。これまでのコーナー名である、ラッツキーチャンネルは公式ウェブサイトや、ラジオ番組及び、この番組を元にしたアニメ版のミニコーナーに、名前が引き継がれ、同番組、コーナーと、超ラッツキーチャンネルなど、コンプティーク、コンプエース紙面。 公式ウェブサイトとの連動企画も行われている。また、ラツキーパラダイスはアニメ版の制作委員会の名称として用いられている。連載初期には、コンプティーク史上の本体の読者コーナーに、コナタが送ったはがき、実際には作者のビミズ鏡がコナタ名義で書いて送ったものが掲載され、それを喜ぶ漫画が描かれた第1巻書集ほか、2009年になってからは、 いずれも第7巻初週、コナタとヒ和リがコンプエースに投稿しようということになり、その後同士読者コーナーにコナタが送ったハガキが実際に掲載、ボッツになったヒ和リが落ち込むというエピソードや、盗聴、ドルアーガにコナタが投稿したアイディアが採用され、ドルアーのトーザリカバリーオブバビリムで実際に使われるなど、投稿に関してメタフィクション的なことも行われている。 テレビアニメが2007年4月から9月まで、千葉テレビなどの独立 UHF 局を中心とした16局で放送された。全24話。また、2008年9月26日に OVA が発売された。2005年8月24日にフロンティアワークスより発売された。アニメ版とは声優が異なる。2008年8月27日に、 ランティスより発売された。当初は同年2月6日に発売される予定だった。担当声優は前述の2005年に発売されたドラマ CD 版の声優ではなくアニメ版の声優が起用されている。脚本はアニメ版のシリーズ構成、脚本を担当した町田孝子が手掛けている。各キャラクターについてラキスタの登場人物、参照、このほか、早くを。 立木文彦、クジラが担当する。アニメ本編放送前の2007年1月から、アキラ役のコ野ノ美とミノル役の白石みのるが、パーソナリティとなったアニラジが、ラジオ関西で、放送、また一周遅れで、ランティスウェーブラジオで配信された。ラツキーチャンネル放送時は、アニメ内の同盟ミニコーナーや公式ウェブサイト、コンプティークなど、 関連各種との相互連動企画を行っている。また、ラツキーチャンネルの第21回から鏡役の加藤栄美里と司役の福原香織がミニコーナーを担当。この二人は後番組の両桜学園放課後の机でもパーソナリティとして出演した。ほ、シンでは、美沢役の水原香織が出演した。また公開録音や各種イベントも開催しており、 その模様はラジオで放送されたほか、関連各種の付録 CD やアニメ DVD の特典映像として収録されていい。なお、各番組の詳細は、それぞれの項目を参照。タイトルは、ラキスタオンステ。A 劇の制作で2012年9月20日から30日まで11日間15、公演を東京ドームシティアトラクションズ内にあるシアタージーロッソで上演した。 2012年7月20日には、同書で、角川書店社長の井上慎一郎と、演劇プロデューサーの豊たかよにより、アニメ原作の舞台、ミュージカル化を、今後は、アニメライブと呼ぶという、アニメライブ新生期宣言、アニメ新生期宣言のオマージュが行われている。公演終了後もキャストの登場するイベントが幾度か、行われており、コンプティーク市場にも登場している。その他、 ゲスト登場時に、いくつかの楽曲が使われている。アニメ雑誌、月刊ニュータイプ2007年8月号の付録、ラキスタ敵遠足の潮入りにて、埼玉県北葛飾郡和紙宮町、現在は、久喜市に合併の和紙宮神社をはじめとした、いくつかの場所が、本作の舞台の一つであると紹介されたことを、きっかけに、ファンが、聖地巡礼と称して登場した場所を訪れるようになった。 ワシミヤ神社においては、彼らが、エマに、ラキスタの登場人物の絵を描いて奉納する、記念撮影を行う、コスプレ姿で参拝するなどの行動が、マスメディアを通じて報じられた。初詣の参拝客も、2008年にはこの年の、埼玉県内第3位となる、約30万人、また2009年には、同、第2位となる約42万人に達し、 関係者の驚きを呼んだ。なお、初詣の参拝客の過去最高は2014年。現在、2011年から4年連続で約47万人で、あり安定している。近年の初詣における参拝客の推移は以下の通り。こうした順例を受け、和紙宮町商工会は、町独自のオリジナルグッズを製作、同会青年部の運営する大鳥茶屋和紙のみ。 やや町内の複数の商店にて発売し、作者や出演声優の和紙谷神社への公式参拝イベントを開催した。その他にも、歳末セールで、ラキスタのキャラクターをあしらったスクラッチカードを用いるなど、様々な地域振興策に取り組んでいる。和紙谷町もこうした経緯から2008年4月1日付で、ヒーラギー一家を町内の架空の住所に住民登録し、 同年4月7日より特別住民票の交付を行った。また、毎年9月に行われる、シミヤ神社の長瀬祭では、2008年より、ラキスタのキャラクターを描いた、ラキスタみこし、書き写真参照が練り歩くようになり、報道などで話題となったほか、2010年に行われた、上海国際博覧会でのジャパンウィーク、コフェスタイン上海ではこのみこしの特別公演が行われた。 さらに、作者の美水の出身地であり、作中では、こなたの住んでいる町とされる、サッテ市の商工会でも、ラキスタを元にした地域振興作として、歳末セールで、ラキスタをフィーチャーし、企画を実施、オリジナルグッズの制作、発売を行ったほか、関連イベントの開催するなど、様々な企画を行い、2009年3月28日には、微水化が転居に伴って、 空き家となった急遽無償で、商工会で借り受け、泉家を再現したギャラリー兼交流施設、気まぐれスタジオ美水鏡ギャラリーさってを、開館、2011年1月10日に、閉館、2010年1月1日付で、泉一家を、ギャラリーの所在地に、住民登録し、同年1月3日より特別住民票の交付を、行った。またエコポイントの交換商品として、 サッテ市共通商品券、ラキスタ商品券フルコンプセット3000円分を用意した。メインの舞台となったカスカベ市でも、ワシミやサッテ双方にグッズのための切り細工を提供しているほか、カスカベ独自の商品開発も行っている。また、三市町の商工会、商工会議所等関係各所で、相互連携しており、各商工会の間で、半券データの共有や、 今後のイベント開催、グッズ販売での共同事業の展開などに取り組んでいる。2007年12月からの2008年5月までの半年間の和紙宮町での経済効果は4170万円。商工会の2007年度決算での歳入合計が前年度比36%増の8000万円になったと発表。去ってしも約2500万円の経済効果があったと。 商工会が発表している。また、聖地巡礼、オタクツーリズムや漫画、アニメ等を用いた街おこし、燃えおこしとも呼ばれる場合があるの成功として、経済的、学術的観点からも注目されるようになり、和嶋屋町商工会でも北海道大学、観光学高等研究センターと共同で、メディアコンテンツと地域振興のあり方に関する研究プロジェクトを行っている。 このほか、2009年より、埼玉新聞に断続的に記事や漫画が掲載され、2010年からは、長瀬祭りや和紙や、さて了承公開のスタンプラリーに、埼玉新聞社が主催者として参加、2012年6月からは、国土交通省関東地方整備局、荒川上流河川事務所の新聞広報に、本作のキャラクターが起用され、制作した埼玉新聞と、 読売新聞埼玉版に掲載されている。また、舞台を沿線に持つ東武鉄道と、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。の舞台となった秩父市を走る秩父鉄道共同で、両作品がコラボレーションした記念ギップを2012年1月に発売。2012年6月24日と2013年6月23日には埼玉西武ライオンズが、ラキスタ デート銘打ったイベントを開催し、コラボグッズの販売や司役の福原香織や、鏡役の加藤英美里による、支給式や、部会ので、ね、場内アナウンスを行っている。この集客効果は、埼玉県の観光家に、観光資源として力を持っているんだと認識させ、2013年より、アニメ漫画祭りイン埼玉、兄玉祭開催へのきっかけとなった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。